スマートスピーカースマートスピーカーとは対話型の音声操作に対応した AI アシスタント機能を持つスピーカー。内蔵されているマイクで音声を認識し、情報の検索や連携家電の操作を行う。日本では AI スピーカーとも呼ばれる。スピーカーとしての発話や音楽再生などのほか、マイクを内蔵して音声認識による入力デバイスとして機能する。これにより、 これまで PC やスマートフォンなどの端末から行っていたキーやタッチによる入力操作を音声で保管することができる。したがってスピーカーという名称で家庭内音声の集音装置であることが隠されるという意図のあるネーミングがスマートスピーカーである点に注意が必要である。スピーカーは Wi-Fi、Bluetooth 等の無線通信を経由してスピーカーメーカーが提供する。 AI アシスタントのサーバとピアーーピアーのネットワークを形成している。サーバ側では自然言語処理された音声認識結果をディープラーニングによって応答の最適解を常に機械学習しており、その時の最適解をタスクの実行や発話で入力を行ったスピーカーから応答する。実行するタスクにはサーバにインターネットで接続している。 様々なプラットフォーム上のサービスが利用できるが、近年の AI アシスタントは、グップグップや HBM、サーバ間の高速通信等の技術革新で、多層ニューラルネットワークの学習効率向上が目覚ましく、より的確なサービスの選択が可能になった。特に、インターネットに接続された家電の操作や、無線リモコンの代替操作を音声で行う、ホームオートメーションや、 自動車の車載機に搭載しての制御などにも注目が集まっている。2014年に Amazon.com が Amazon echo を発売したのを皮切りに複数の大手 IT 企業が自社の音声アシスタントを搭載した独自のスマートスピーカーの発売を発表するなど競争が激化していることもあり一部ではスマートスピーカーはスマートフォンの次と目されていた。 日本では2017年秋頃から本格的に普及し始めた。半年後の2018年の市場調査ではスマートスピーカーの日本での普及率は1割弱に達している。また、購入者はスマートスピーカーの利用頻度が高く単なるガジェット好きではないことや、購入者のスマートフォンの使用頻度は実際に低下していることなども示された。 2017年5月発表のイマーカターの調査によるとアメリカ合衆国でのスマートスピーカーの市場シェアはアマゾンのアマゾンエコーが全体の70.6%を示し位に立ちグーグルのグーグルホームが23.8%で2位につけている。同調査ではまた月に一度はスマートスピーカーを使用するアメリカ国民は3560万人に上った。 2017年11月現在のもの、ありがとうございます。